近くの川でタカハヤが生息していると聞いて魚釣りをしてみた。タカハヤとは大分淡水魚の一種。西日本の河川上流部に多く生息する淡水魚である。もともとこの付近にはいなかった魚種だが、様々な原因があり、この付近まで生息域を拡大している模様である。いい小場所を見つけました。今回はこちらで釣りをします。今回の釣り道具はミチート 0.6 号、ハリス 0.4 号、ハエスレ2号の針を使用しています。画面中央に小魚の群れがあります。無事に1匹釣り上げました。魚はこの後紹介します。2匹目は少し大きいです。小場所なのでこの後が続かなかったということで、結果発表です。釣果、タカハヤ、アブラハヤ。こちらがタカハヤです。地元でもタカハヤが釣れるようになったことが確認できました。